深夜、親父を迎えに、車で駅まで行ったんだよ。田舎の駅なんで、人気はあんまないけど、ポツポツと俺みたいな迎えの車が数台あった。電車が駅に入って、そろそろ出てくるなと思って、車のロックを外してスマホいじってたら、ドアを開けて、知らん女が、いきなり助手席に座ったんだよ。女は、座ってすぐ、自分でドアロックして、今日の晩ご飯が、とか喋り出したんだよ。俺が、え?とか言うと、なになに、誰?とか言ってドアを開けようとしたけど、自分でロックしたの忘れたのか。開けて、お願い開けて、誰か、とか騒ぎ立てた。いきなり入ってきてなんだよ。と思いながら、こっちで開錠したら、ちょうど親父が来てドアを開けた。女は外に出ながら、この男に、車に閉じ込められて、何かされそうになった。と、親父に事実無根を言いやがった。で親父が、うちの息子が何を?って聞いたら、その女、親子でグルなのね。ってわめいて、警察、とか叫んで、目の前の交番へ行った。けど、交番のおまわりさん、ずっと、交番の前に立ってて、俺の車に、女が自分で入るところを見てたんだな。あと、俺の後ろの車が、その女の親の車で、女のおかんらしい人が、あんた、目の前に私おるのに、なんで違う車に行くね。と言って、俺の潔白は証明されたんだが、女はそれでも、閉じ込められた。とか言い張ってて腹が立った。帰りに親父が、ありゃあ、いい父だが、引っかかったら、一番厄介なタイプやぞ。わしの前の嫁があんなにやった。と言われた。そう言われても、親父がバツイチなんて初耳で、どう返事したらいいのかわからんかった。女を父で選ぶなと、いつか息子に伝えようと思ってた。と言われても、だから母さんは控えめだ。とか言われて、返事しろと言われて困った。